セグンダ・ディビシオン、スペイン2部のレガスに移籍が決まった日本代表 MF、柴崎武史が、同区、V 席に関する報道を否定した。自身の公式、イッターで明かしている。今シーズンのリーは、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を、実施中、柴崎は、昨年7月にデポルティボ・ラ・コルーニャに移籍。今季は、スペイン2部でリー、戦26試合に、出場にアシストを記録。しかし、デポル・イボは、セグンダ・ディビシオン B、スペイン3部、降格となった。柴崎は、デポルティボとの契約、3年残っていたが、4日にレガネスへの移籍が決した。2日付のスペイン、マルカは、柴崎がレガネへの移籍が濃厚となっていると報道。日本代の森保はじめ監督から電話があり、森保監督は柴に対して3部でのプレーを続けると代表入り難しいと話したと報じられていた。しかし、柴はその報道を自身の公式ツイッターで否定。後に更新したツイッターでは、今回、私とサッカー日本代表、森保監督との間にあった会話が席に影響した。移籍を決意させたと連想させ、報道が一部ありましたが、それらは、真実では、クソ、言ったことは、一切なかったとこの場で、正させていただきますと投稿し、報道を否定した。